んにちは。こんにちは。本日は上海人商館の稽古第1日目でございます。稽古初日です。はい、こちらが上海人商館です。もう一本贅沢に田園にしす、こちらと2本立てなんですね、今回の企画。はい、天井桟敷の人々企画ですよね。はい、そしてなんとこの上海人商館なんですが、芹沢さん、はい、これ私のために書かれた本なんですよ。なんと、なんと貴重な本です。皆さん聞きましたか。あの13年ぶりに吉野タクスク企画が再演してくれます。はい、なので見逃さないでくださいね。もう13年後私存命してるか分かりません。いや、ちょっと頑張りましょう。そこは頑張りましょう。13年間年は取ってません。体調が増えてます。そして愛ちゃんは大変キーワードになる役を演じます。アイゼンの役なんですが、どうぞそれはキーワードになるので、ということで楽しみに愛ちゃんと私の久しぶりの共演いらしてください。待ってます。チケットは販売しております。あ、そしてエソラ箱ですね。今この稽古が顔合わせをしているエソラ箱で上演です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあねー。